これ、どこ製なんですか、メーカー。違うっすね、フランスのはミンティマイルっていうメーカーのものです。で、自動運転車両自体は、そう、日本も含めて世界各国にいろいろその自動運転車両が現状あるんですけど、やっぱその、こういう感じで、まだその、シンクを、その、第三者の方を乗せて走れるっていうのが、まあ、かなり限られてるんですよ。なので、今回は一番安全に走行できるフランスのこのメーカーのものです。次だ。こっちに止まるね。おお。はい。変えるのではなくて、そのまま後ろ向きに走り出します。実用はしてないんですね、まだ。あ、そのフランスでも。そうですね、まだ実用というような形では世界まだどこもやっていなくて、基本的にはこういった今回も今日明日の2日間だけなんですけども、あの実験というような形で進めております。なんで今後こういったあの実験を重ねていって、よりあの実用的なあの日々の足に使っていただけるような状態まで持っていく。それが目標です。